沖縄県の名字では、沖縄県において多く見られる苗字について記す。現在では、本来の琉球語読みではなく、標準語読みになっているケースが少なくない。廃藩置県以前は、琉球士族は、生徒加盟の二つを持ち、加盟が、苗字に相当した。沖縄の苗字に特化した印鑑の市販令元来、歴史的には、沖縄県周辺には厳密な意味で、 名字に相当するものはなく、琉球王国時代、琉球の王族、氏族は、聖、意味な、仮名、称号名乗りという構成で名を持っていた。例えば、構造圏、羽地味長州の場合、向井は、聖、造圏は、意味な、羽地は、仮名、アジは称号もしくは、異界、朝サ州は名乗りである。聖と意味なの組み合わせは、中国風の生命という意味で闘名ともいい。 主に公文書や中国との外交の際に使用された。上級氏族が自党に認職し、紛りや村を領すると、加盟を称した。加盟は本土の名字に相当するが、最知名から取るのが原則であった。例えば、羽地味長州の場合、羽地紛りの味自党職にあったので、羽地の加盟を称したわけである。それゆえ、 同一人物であっても出生などに伴って領違いが起こると、仮名もその都度に変化した。また、親子、兄弟でも領地が異なれば、仮名も異なった。名乗りは日本風の名で最初の一字を名乗り頭と言い、生ごとに漢字が決まっていた。上記の例では、朝州の朝の字が名乗り頭で、向井氏のものはべて最初に朝の一字がついた。仮名 称号、名乗りを合わせた構成は、大和名と呼ばれた。羽地味長州がこれである。大和名は主に、日本との外交の際に用いられた。領地を持たない、下級士族は、なじまという名目だけの領地名を賜り、加盟とした。なお、先島諸島の在地士族には一時性を許さず、ただ指導し近方氏といったように二時性とすることを強制していた。 沖縄には他に同盟という名があったが、これは要名に限定したものはなく、むしろ普段の通称である。東名や名乗りは、外交や公文書上での名前で普段はそうした名で、呼ばれることはなかった。同盟は階級に応じて、ま、マイナス、思うといった、窃盗美笑や、大金の設備美賞がついた。那覇市、第二巻中の七より、大家文家である向井氏。 多数の往復交換を排出した王子、馬子、申池城、申富城くは、特に五大聖、五大名門と呼ばれる。申し池城、富城くを合わせて、四大名門とも言う。この時期の仮名は、玉良の碑文に見られるように、平らかながきによるものがほとんどで、漢字は、中など、ごく一部が使用されただけである。中城く、小役、豊見城く等の例である。 薩摩による、信仰以後、加盟に漢字を当てるようになる。また、1624年に、山和目来たる名字の禁止の通達が出されて、日本風の姓は改められるが、当て字を変えて三次性などに変えられた。国上は、国上、船越は、船越、前田は、新英伝などの例である。また、薩摩を含む本土から渡り流、移住した人々も、同様の改正。 解明が行われた。これは、琉球を通じた中国との交易を継続する上で、琉球を、あえて、異国風に止めておきたいという狙いが、薩摩川にあったものと思われる。もっともこの政策は徹底したものではなく、日本風の加盟も実際には多く残存した。平田、野村、上原、岸本などの例である。また、地名に対しても、同様の変更を強要された例もある。 天海ミ群島の名字も参照。廃藩治験後、沖縄県でも庶民に名字の使用が許されるようになった。この時、多くは地名などから名字が作られ、氏族の場合は、仮名がそのまま名字となった。また、日本に組み込まれたため、明治以降、沖縄風の漢字表記を本土風に改めるあるいは、名字を日本語読みすることも広まっていく。それでも、戦前までは、 琉球語の読みも珍しくなかったが、現在は琉球語の読みは、あがりえ、中村京などごく小水しか残っていない。戦争で消失した戸籍を再整備する戸籍整備法の施行に伴い、沖縄市山内では、戸中ごとに話し合い、非課税から、青山、内田、吉田、広山、吉村、宮森、豊田などに改正した事例がある。 他には島袋から島への改正もあった。沖縄の名前で一番多い名字は非課税であるという調査もある。ありがとうございます。